両チームの先発投手をお知らせいたします。福岡ソフトバンクホークスは藤井、8回目の登板4勝、広島東洋カープは Today's starting pitcher! アンダーソン、6試合目の登板3勝1敗でございます。